そうやねん、江端くん来たら。江端くんね、今日せっかく来てくれたんで、僕らのスパーリングがあったんですけど、ちょっとスペシャルワンマッチということで、スペシャルゲストね、用意してるんで、アキラジュニアさん来てください。アキラジュニアさんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。現役の K-1 ファイター、もう社長ファイターのアキラジュニアさん。この前の8月11日の福岡大会に、はい、僕見に行ってました。もうめっちゃ壮絶な KO 勝ちで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、誰だったっけ、マルコジュニアです。いや、アニマ、アニマ、アニマ、浜口。途中で誰やねん。違う違う違う。怒られちゃう。大丈夫。冗談です。はい。ということで、今日、江端君来てもらって、アキラジュニアさんも来てもらったんで、せっかくなので、実際戦ってもらおうと思って。すごいな、これ、有料対決だね。K-1 ファイターと、ポコンと、ポコンと。オールのライジングファイターや。俺だけさ、ディスるんですよ。仲良いから。アキラジュニアさん、怖いから。いやディスられる。ディスとしわかれそう。絶対ディスじゃないです。ジュニアじゃない。絶対アキラシニア。ジュニア。ジュニアのジュニアはどうなんだい？いやー。いや、だからヒロキ君呼んで。ヒロキ君。はい。ヒロキさん、来てください。そう。じゃ紹介してあげても。はい、そうそうそう。ね、いろいろ、近くとかもいろいろ、何なんですか？近くとかいっぱいやってた。出てました。ちゃんと喋れよ。無理がいからちゃんと喋って。でもちゃんと全部知らんねん。ミキ。僕もね、近くで4戦3勝1敗で全部勝っても負けても1本で終わらせるんですよ。ミスターブレイキングダウン。今回応募してるんで。うわ。ね、細川さん。ウルールでね。じゃあホットぶっ倒してそれ足掛かりに。いやいやいや。ちょっとね。今からよろしくお願いします。お願いします。お願いします。非常に帰りたいです。何も聞いてないんで。よく引き受けたですね。でもガチじゃないんで、まあ、やっぱりちょっと胸借りて、僕もちょっとやっぱ K-1 選手の圧力は感じたいなと思うんで。これチャンネルでガチじゃないって言って、ガチじゃなかったことないな。ちょっと、はよバンされろ。じゃあ、行って帰ってください。お願いします。よし、いろんな気をいやめっちゃでかいじゃないですか、はい、もうナイフになってます。ラーンポンラストワードファイツ不利な江端くん、決まり。どうぞどうぞ。あ、始まりました。おー、ワンマッチ。おー、すごい、やっぱこんだけでかかった迫力がすごいですね。おー、上がりますね、アキラジュニア選手。はい、じゃあスピードありますよ。ミドルミドル、江端くん、ミドル。おお。上越えていった。おお。俺事故きますよこれ。30秒切り。おお、ギザ切り。おお、仕上がるね。アキラジュニア選手回ります。まずワンツー、ワンツー。そうそうそう。おお。お互いちょっと営業してますね。もうちょい行きましょう。ジュニア君も倒しとって。ジュニア君。おお、ナイスミドル。おお。ラスト一分。なんかすごい。これは。おお。ガチだ。うわ、ガチやったらやばいなこれ。うわ。おお、すごい。見える見える。40秒。おお、ナイス今の。おお。これは危険な二人ですね。いや、ほんまに。なんて大丈夫だよ、これは。大丈夫、これでかいですね。でかいね。さすがね、ポコンドの出身の。あれかい。エヴァンダ君と。おお、いた。まだまだ。アキラ 100% のジュニアはいつ出るんでしょうか。うわ。はい、ラスト10秒。10秒。うわぁ、うわぁ、オッケー、最高。ありがとうございました。いいですか。ただいま、ただいま、高堀チャンネルの皆さん、やっぱアキラジュニアさんの優しさが感じましたね、じわじわと。もう
なんかあの社員入れてもらおうかな圧力がやっぱすごいですね。蹴っても倒れなさそう。なるほど。なんかすごいそれが迫ってきてるって感じ。ありがとうございます。ああどうでしたか。いやでかいし速いし長いっす。長いっすよね。さすがポコンの出身ということだけあってね。そうですね。でかいし長いし硬い。めちゃくちゃめちゃくちゃ褒められてたよ。でかいし長いし硬いはもう最強やん。それはそりゃそうっす。男の中の男やな。いやもう多分実際だとバンバン多分蹴られてます。いやでもジュニア君のジュニア君って言いかなアキラジュニアさんの蹴りもね入ってたと思いますよ。いやすごい良かった。久しぶりに蹴り重たい人を受けたっす。いやほんまにめちゃくちゃいい、はい、あの戦いでした。いやありがとうございました。ぜひ練習でもよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。レディーファイト。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。